旅人さん、パイモンさん、お待ちください。あれ、あやか？一つ頼みたいことがあるのか心配なさらずに。今回の依頼は個人って。はい、突然で申し訳ないのですが、先日古い蔵の中か、そこにはお母様が書き留めた様々な冊子が記されていたのです。お母さんの友達じゃないか。はい、両親が亡くなってからすでに何年も経っているですので、この名前も聞いた。手記には相手の名前は椿と。聞いた感じ、うん、はい。じゃあオイラだ、人探しか。いえ、手記には彼女の術、それともともとこのようなことはお兄様と一緒に対応するべきな。はい、あなたは礼儀作法に詳しく。おお、手土産の用意ならオイラたちも手。それは良かったです。もちろん、いいよな。ありがとうございます。では。おお、いっ。無駄だ。おや、祭りの告知だ。そういえばオイラたち、違います。私はた、この時期になると稲妻の民と、もちろんお祭りは賑やかで楽しいものな。仕事ばっかりに気が入ってしまい、話がそれてしまいました。この看板を見に来たんじゃないのか。新しいお着物、ちょっと見ていきませんか。あら、神里様に異教のお客さん方。こんにちは。こちらに着物の裁断図。おお、どれどれ。おや、これは見ての通り、とても素晴らしい。神里様、この着物は。はい、神里様がうちに来て着物の注文をするなんて。その着物を作るには芸商花で作られた絹が必要なんで。神里様も知っての通り、正直なところ服飾界隈も大きな影響を受け、しかしお客さんがご自身で布地を。自分で布をか。小倉屋ですら手に入らん。万国商会に行ってみてはどうですか。価格は少し高いかもしれませんが、このような時代。稲妻で服を作るのは確か万国商会ってクリスのところだよな。ということは、ありがとうございました。その前に少しお願いがあるの。早かのやつ。あ、では。いえ、そう、正直我々小倉屋もすでに長いこと絹を使って。ありがとうございます。旅人さん、パイモンさん、万国商会で私たちの運を試してみましょう。いないみたいだから周りを探してみようぜ。あそこ、クリス会長だよな。ええ、あの方で待つ。クリスさん、どうかなさ。お、あなたはか。こんにちは。それに旅人さんも。お、以前はどうも。あ、あれ、ところで。それが、お恥ずかしながら、中にあったか。高級な絹です。あ、何年か前に、リーウェから大量の絹を、近頃、稲妻城にある着物店の絹が、そ、あの浪人たち。あなたも知っての通り、私たち外国の商人は。私も個人的に勘定奉行のやり方は認めています。あ、もう今のところ良い案も思い浮か。正式な手続きはできません。そうですか。うえ。はい、しかし個人名義でこのことに対処する、そのことだけが少々。それと
人生においてあなたの万国商会という立場を鑑みて、私から、はい、必ず。しかし、万が一勘定奉行のお方があなたに対して何か、ご冗談を。何を言おうと、私は上里家の長女、勘定奉行の方たちに。おお、なんて気迫感じる発言。クリスさん、貨物が奪われた具体的。ありがとうございます。皆さん、私と一緒に現場まで。よし。なんで僕。無駄だ。皆さん、ここが私どもの襲われた場所です。地面に何かあるぞ。これは足跡、非常に深い足跡です。森へ向かったようです。足跡が深いのは重い貨物を持っていたからでしょう。早く追おう。何を自信満々。何か間違ったこと。万国商会稲妻この稲妻ではお前たち。おのれ。おい、こうしモラを払ってこれらの。いい加減にしろ。私は。お待ちくだす、クリスさん。私たちの約束を。はい。では、あなたは安全な場所。連れたよ。お前、死体を奪ってやる。全力攻撃だ。命を捨てに来たか。西洋ナグ、これでどうだ。無駄だ、くだらない。ここまで。これで解決。いえ、とんでも。神里様、旅人さん。大丈夫です。あの浪人たちは。ありがとうございます。中身が無事か。浪。よかった。絹を。はい。誤解するなよ。そのために。逆に、お、皆さん、皆さん、ありがとうございます。あなたは私の恩人です。いえ、定められた額を、商売に苦労はつきものです。気を使うことはございません。皆さん、私はこれから。はい、じゃあな。旅人さん、お手。でも、あの浪人たち。そうかもしれません。お前み、その、私の立場上、彼の手出す。なぜなら私は、あ、申し訳ござ。おぐらやへ。ああ、皆さん、お帰り。どうでしたか。はい、これは。よかったです。材料の確認をしてきます。絶対あるよな。もうこれ。そういえば旅人。しかし、そうですか。そうでした。やはり外にいる以上仕方が。でもオイラは稲妻なんだよあなた方の掛け合いは。そうですか。そういえば、そうそう、フードをかぶってたり、顔の半分。そうなのですか。それは。お前も。いえ、そんな。七国を渡り歩き、人々の生活を見てみたいですね。お待たせしました。お疲れ様です。いえ、材料。はい、わかりました。はい、近頃は。それまでどこ。おいらもちょっと。はい、この後は。おお高級すぎてかしこまっては。おお
ここだ。この店か。いらっしゃいませ。君並さん。は、かみ、はい、注文内容。はい、わかります。旅人とそこの小さいお客さん。旅人さん、パイモンさん、どうい、いえ、そういうことではございません。いくつか些細なことを。お二人は神里様の私のお店の料理は庶民。お店ももう長いこと。神里家の兄弟は二人とも私の。でもまさか神里様が自分で。初めてなのか。そうなの。こう言ったらあれだから。どうしてだ。人も私もそう思ってたんだけど、神里様は容姿端麗で高貴な身分。完璧すぎるのは逆に距離感を生むのか。あんなにいい子なの。そうだったの。交流は少なくとも私はもう泣ったから、今日はたくさん食べてね。私たちここ行こ。あ、彩香の声。すみません、旅人。私と一緒にこちらへ来て。すみません、急に。あの音は。見ての通り、この家はこの庭も私有地で、ある特別な料理を。そうだぞ。私が作りたかったのは、お母様の手記には椿さん、今回椿さんに会うため異国料理。それだったら選べるもの。私もそうなのではないかと思っていました。料理を作っていただけませんでしょうか。どのような異国料理なら贈り物に最適でしょうか。おいら知ってるぞ。ピザだ。ピザ。おお、具材とソース。それはとてもおい。ピザは焼けました。焼けた焼けた。香ばしい匂い。私もレシピがあればできるぞ。はい、二人ともうまくできた。これは紙。はい、旅人さんに手伝ってもらって作ったお持ち帰り用に。もちろんです。ふーん、香ばしい匂い。ふふ。え、いいのですか。食べ物はみんなで食べると思って。本当に。やった。作り方を書き写し、鎖国してからというもの、私は神里様の料理を包んできます。高値で売れるものなのに素敵です。私はほ、それで。ああ、オイラたちの。じゃあピザを作る。そう、じゃあ二つ目のこ、そう、あとはできた。この実。はい、じゃあ。あ、レシピは書けました。ありがとうございます。旅人さん、パイモンさん、熱いうちに。どうでしょうか。おいしい。ところで、先ほど私があちらで料理を作ろうとしていた時、そのちょっとだけ話したな。私のこ、別におかしな。慰めてくれて。それはすべて普段から近くにいるのはか。そうだぞ。ありがとうございます。あ、すみま。何か抱えてるなら我慢し。はい、私もあなた方を。いいだぞ。おい、お前もお母さんの手記から。はい、入場。でもそういえば、そのことについて私が思うに。しつん。はい、私ですらお母様から稲妻には古く、もうすでにこの方面から。それって稲妻に。稲妻に来る前空を飛んだり。私もほ、さすがリーユ。機会があったら一緒に。本当ですか。しかしその前に、もちそれでは着物を受け取って。稲
風の行く先を。風を知れ。くだらない。行くぞ。くだらない。無駄だ。神里様、こちらが完成した置物で。ありがとうございます。本当に可愛い服だったので。旅人さん、私おー白鷺を題材にしてあなたをただ働きさせるわけにはいきません。はい。そういえば綾香の称号アイモンさんは人を褒めいいいいよし、椿って。行くぞ。風よ、ここが鬼人の…私も少しおかしいですね。手記によるとここで間違いない。しかしここまで来たのです。おお、そうだ、ね、そうです。鶴は髪を飾るための花を運び、白兎には四つの月光を袴に縫い上げ。童話みたいなお話だな。なんだかもう少し近づいてから。あ、無駄だ。無駄だ。行くぞ。それ。
しいですね。空っぽです。他を当たりましょう。あった。これ、風の行く先を。無駄だ。くだらない。これはどうやらもしかすると、皆さん、いっそうだな。ここなら大丈夫でしょう。早く中に。貴重なお宝。どうした、いきなりそんな小声で話し。手記を見るのを邪魔したかな。でも彩香の、旅人さん、パイモン全然待ってないぞ。読むのが早すぎる。はい、この手記に書かれた内容は違う。キツネ神椿さんの書。私の驚きますよ。椿は以下のすべては、手記の中に書かれていたのは、それって、はい、あなた方にとっては不思議に思うかもしれ、それどころか、手記を読んだ時、自分の考えが全て、お母様がお父様に嫁いでから、ずっと上里家の、それだけでなく、お母様の一元一行は、両親が亡くなった後、お兄様と私は、上里家の全てを引き継ぎました。私が面倒ごとにあった時、いつもこう思うので、お母様と離れ、長い時間が経ったからかもしれません。私の記憶、しかし、この手記を読んだ時、綺麗なお着物を好み、もしかすると、お母様が書いていました。私も見たことがあります。しかし、私たちの立場では、私たちを止める人がいなくとも、お母様は、人々がそうしてかしこまる。そうだったのか。はい。お祭り、こういうことを言うの。ふさわしくないなんてことないぞ。お前の、知らず知らずのうち、どうやら、お母様のためにそれを、はい、ありがとうございます。お母様と私、お母様は、はい。いえ、この方法を使う、その、旅人さん、私、私たちのお祭りに、告知を見た時から、ずっと、はい。あの、笑わないでくださいね。私は自分の願いを叶えるために、ここ、その、私と一緒に。行く行く!よかった。今から行けば。そうだな。祭りの最終日は人も少なくなると聞きま、私聞いてきます。おう、さない。人が少なくなってきただけで、お祭り。おい、見ろ、
以前はそのような風習。よう、神里家の。あ、みんな綾香のこと知ってた。もちろんさ、特に神里家のご兄弟は神里のお嬢様を見たことがない若いもん。そんな、私とお兄様。いいえ、こちらの旅人。おお、旅人。そう、若いの。ああ、そう。おい野郎ども、神里のお嬢様。あ、お待ちを。そのあまり大げさには。感謝するぜ旦那。だってもうじき。そうだ。いえ、もうこんなにもお世話に。いいんですよ、俺たちみたいな一般人も普段からしゃぶ。しかし、わかりました。おじさん、おじさん。お、お前さんか。おや、一人だけ。おめ、パイモンさん、大丈夫です。でも、なら、葉っぱをかぶる。本当にありがいいんですよ、神里の。はい。あ、少々一つ説明しなければなりません。先ほど私はその、はい、旅人さん、見てくだ。あ、あやか様、珍しいですね。はい。あやか様は知らないかもしれませんが、僕のですので。お、え、もちろん。旅人さん、あやかはみんなに好かれてるな。旅人さんが言うのなら、私も遠慮なく。はい、こちらになり、おみくじを引いてく。中を開けて。あ、どうだった？私も中、旅人さん、それは。おめでとうございます。大吉、仁。金色の恋が波を越え。いい兆しだな。おめでとうございます。皆さん運がいいですね。そうだな。こちらは食べ物の屋台ですね。どれも美味しそうだぞ。でも残しちゃうと。あや、はい、あれも美味しそうだな。では、また。はいよ。うん、ひよ。そうだろう、うち。でしゅ、おい、ぶしつけなことを聞きますが、作りたいんですか。教えていただけるのですか。皆さん、君並料亭の店主。おだから、俺。ありがとうございます。そちらのお客さんも一つ持ってけよ。おいしいぞ。ご自身の手で。おい。はい。このお菓子の作り。いいぜいいぜ。約束だ。はい。終わりが近いのにこんな。おいら、お祭り大好きだ。はい、私もそう思います。今日ここであなた方と一緒にお祭りに参加できて本当に良かったです。ここは絵馬を売っている屋台ですね。
リーユへの回答とに。そこの人たち面白そうだ。でも字を書いたり絵を書いたり。兵士。はい、絵馬二つです。旅人さんはどのような願いを書くか私も決め。お二人さん、願い事を文字人前にて。よし、これでよし。あなたの絵馬を見てもいいでしょうか。これは素敵ですね。きっと見つかるさ、自信を。はい、パイモンさんの。私もあなたの親子が書いた。はい、私の願いはこの願いが叶うことを祈って。はい、あ、もう、うん、はい。楽しければ楽しいほど時が過ぎるのは早いものです。戻りましょう。旅人さん、私、お祭りに来てこのように遊べる日が来るとは、これまでの付き合いから私の性格はもうご存知ですよね。私のような性格ではあなたがいなければこの日をこれほど楽しくは過ごせなかったでしょう。ありがとうございました。今日は私にとってお祭りっていいですね。規則もなく一人機会があれば。ま、本当ですか。それ、そういえば私って旅人さんと少し似ています。あなたの妹さんを早く見つけたいという気持ち。はい、家族との縁にし、あなたならきっとその。はい、あの旅人さん、もう一つ行いたいことが。お時間を少々いただけませんでしょうか。どうか見ていてください。ありがとうございます。私、こういう舞には慣れていなかったのですが、ただの気まぐれ。そういえば、今日は本当に、私もあなたと一緒にいると。では、本日は後の道は、自分一人。おやすみなさい、旅人さん。